When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はこちらの100円ショップセリアのアイテムを使って、ネイルデザインを作っていきたいと思うんですけども、特にこちら、これがね、なんか最近見つけました。前からあったのかな、どうなんだろうこの間行って初めて見たので買ってみました。はい、このパールで、これの使い方結構難しいなっていう風に思ったので、おしゃれに使える方法ないかなと思ってちょっとやってみたいと思います。はい、その他にも、まあ、もっとこれもちょっと新しいかもしれない、こちら、メタルニュアンスミックスパーツってやつですね。はい、これとか、まあ、こういったシールは前からあった文字のシールとか、あとこういうホイール、ホイールというか、なんて言うんだろう、まあホイールかはい、まあ、この辺も使っていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。まずね、ちょっとこのホイールから使っていきますね。今日5本デザインしますので、最後ね、まあ、5本10本にして紹介するので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。まずベースカラーはレティジアのライトベージュという色を使います。ライトベージュ、こういう肌色、白っぽい肌色なんですけど、すごい可愛いです。このね、パーツとすごく相性がいいです。塗ったらこんな感じなので、全面に塗っていきます。ではライトで硬化します。で、まあ他のやつもちょっと並行して進めていきますね。一個ずつしてたら結構なんか時間がやばいやばいってなっちゃうから、並行して進めていこう。こちらの使うベースカラーにはキャンドゥのこのパーティーグレイというジェル、これを使いたいと思います。これがね、かわいい。パーティーシリーズすごいかわいい。こちらを爪の真ん中らへんですね、から上半分塗ってツートンネイルをしていきます。クリアとのツートンネイルかな。はい、乾かします。じゃあちょっとね、それぞれ2度塗りします。2度塗りしてしっかりムラなく色をはっきりのせる。しっかりのったらで乾かします。で、もう一本の方にはこちらもね、キャンドゥのカラージェルなんですが、こちらバンブーグリーンという色、これを塗っていきます。このグリーンとこのグリーンの色がすごく近かったので、これを選びました。キャンドゥのバンブーグリーンっていう色です。やっぱり同じような色をちょっと使って統一感を見せないと、なんかはちゃめちゃなデザインになっちゃうので、そういうのは意識して色を選んだ方がいいかなと思います。で、バンブーグリーン結構色薄いので2度塗り必須、もしうまく塗れなかったら3度塗りって感じですね。はい、こうか。で、こちらの使うベースカラーはホワイトなんですが、これはセリアのミルキーホワイトを使います。真っ白よりもね、このミルキーホワイトの方がなんか可愛かったし、バランスが良かったです。全体のパキッとしすぎないというか、なのでこの色を選びました。これもまあ2度塗りかな。はい、じゃあね、こちらもそれぞれ2度塗りします。はい、硬化します。ではこちらライトベージュを塗ったところの上に、このレティジアのアーティストライナーっていうシリーズ、アートっていう風に書かれたシリーズですね、こちらのブラックを使ってラインを引きます。ブラシはね、ロングライナーがおすすめかな。はい、ロングライナーでまっすぐ線を描くんですけど、真ん中よりも少しずらして、どっちでもいいんですけど、まっすぐね、線を引きます。まっすぐ線を引くっていうのがロングライナーすごいやりやすいのでおすすめです。短いねブラシとか太いとか、このロングライナーって先端、根元と先端までの太さがほぼほぼ一緒なんですけど、そういうブラシの方がね、引きやすいんですよね。先端に向かってだんだん細くなってる、いわゆるザライナーブラシみたいな感じだと、こういうね、均一な太さの線っていうのは引くのは難しいので、なんか一本持ってても良いかなと思います。ちょっと近くの、目の近くに持ってきて調整しますね。
こんなもんかな。はい、ちょっとまあ若干太めにします。2ミリ、1ミリ、2ミリぐらいかな。で、硬化します。もうこのアートが私すっごい可愛くて、今お気に入りアートなんですけど、これね、これ今までなんかあんま使ってなかったけど、すごい可愛いってことにこの間気づきました。こちらのブラックのホイル、これね、すごい柔らかいんですよ。ペラペラちぎれちゃうっていうか、まあ、それを利用して、はい、これをちょっとちぎって、こんな感じで、で、これね、ペトって貼り付ける。あ、やばい、前に使ってたゴールドがついちゃった。最悪、こういうね、トラブルにも焦らず対応。これで隠す、いいね。で、こういうなんかこうペトペトといろんなところに散りばめて、ちょっとこのラインと被せるのがポイントですね。可愛くなる。で、被せるんだけどこっち側にはいかないみたいな。で、すごいちっちゃいチョンみたいなのも作ってあげると良いですね。またこのゴールドがつきそうだって見ている人は思ってそう。はい、つきそうなんですが、取るのがめんどくさいのでこのままいきます。よしよしよし、適当にピッと貼って OK で、この状態で、まあ、ちょっとこうブラシでも何でもいいんだけど、ペトッとね、ちょっと押さえてあげます。はい、かわいい。で、この上からね、まあ、ちょっと後でまとめて塗ろっか、トップね。どんどんやっていきますよ。で、このシルバー塗ったやつですね、こちらの上にパーツを乗せていくんですが、先に、あ、これこれ、チップ固定粘着ジェル、最近これよく使っているので、大きいパーツをつけるときに、使い方はもう皆さん知ってるかなと思うんですが、ブラシにとってこのね、真ん中らへんですね、ここにちょんちょんちょんと塗ってあげます。で、硬化します。で、それと同じ流れ作業で、このミルキーホワイトを塗った上ですね、ここにもぺちょっとちょっと乗せます。真ん中らへんの端っこにちょんと。で、硬化。そしてこのグリーンにはですね、ノンワイプトップジェルを塗っておきます。はい、で、硬化します。はい、そしたらこれらの上にパーツをね、乗せていきます。まずはこの丸いやつから乗せていきましょう。これ使うのほんと難しいですよね。どうやったら可愛くなるんだって感じなんだけど、ちょっとやってみます。この中のグリーンのやつを使いますね。大きいやつを下にちょん乗せる。くっつくので、これテープみたいにネチャネチャしてるからくっつくから、ここに仮を置きして、で、それより小さいやつをちょん。で、このちっちゃいやつがちょうどこの、なんだろう、色の変わってるところにあるぐらいにします。そして白をちょんと乗せるこれだけ見るとんって感じだけど、他のデザインと合わせると結構可愛くなるので、まあこのままお付き合いくださいね。はい、じゃあいつもやっている、あのパーツグルージェルでしっかりとね、埋めていく方法やります。このパーツグルージェルっていうジェルをブラシにたっぷりとって、で、この上にちょんって落としていく、こういう感じで、で、空気がね、入らないように気をつけて、で、ちょっとね、時間を置きます。すると勝手にじわーっと下に広がってくれますので、広がってきたら調整するので、それまでちょっと放置。で、その間にこのパーツをつける。これがね、なんかあの本当にあの粘土ジェルでなんか粘土してミラーすったみたいなパーツになってて、かわいいんですよ、こういう風なやつで。いろんな大きさののがちょっと一個ずつ入ってる感じですね。はい、で、こちらをこの端っこにこういう感じでつける。グッとね、こんな感じかな。かわいい。 いや、このパーツすごいかわいいから、見つけたら買っとくべき。私がいた時すでに1個しかなくて、あ、人気なんだなって思いました。はい、で、そうこうしてたらじわっとね、勝手に流れてきたので、ロングライナーブラシでこの流れてきたジェルっていうのを
さーっと動かして、このパーツとパーツ、そしてパーツと爪の隙間に流し入れます。でコーティングしてしっかり固定するという感じですね。はい、 OK。 じゃあ硬化します。で、このグリーンのやつ、ここにはね、シールを貼っていきます。このシール、これの組み合わせがね、可愛いんですよ。この組み合わせが、これがはい、このシール、何を貼ろうかって感じなんだけど、横にポンポンポンって3つぐらいだったら入ります。まあ、爪によるか、何にしようかななんて書こうって感じだけど、まあ何でもいいですね。特に意味とか気にせず貼っちゃいますが、こういう風な感じでペタッとシールを貼る。ポップとかにするか。ビューティーポップもあるしな。まあこういう感じで貼るとかわいい。ポップっていうね、セレクトがどうだったんだろうって感じはあるけど、まあまあまあ、かわいいでございます。はい、そしたらなんとこの上からですね、今回はマットをノンワイプマットで全体的に仕上げていきたいと思います。マットがね、可愛いのですよ。マットってね、こういうなんかポップデザインというか、そういったものをぐっと大人っぽく仕上げてくれるので、おすすめですね。でこれはパーツ以外の部分を塗ります。も同じく差し色にですね、セリアのネイビー、これを入れることでグッと締まるし、全体的に統一感出ます。色味がね、ちょっとこう寒色系で、のでこれをもうワンカラーベタッと塗っているものっていうのをこうどこかに1本入れてあげると良きですね。締め色に硬化します。こちらもね、マットにします。ということで全部仕上がるとこんな感じです。はい、ということで完成です。じゃじゃん、いかがでしょうか。個人的にはもうこのデザインがめっちゃ好きはい、めっちゃ好きです。全体的にすごいこうポップな感じなんですけど、ちゃんと大人っぽいおしゃれさっていうのは残せたかなというふうに思ってます。でこのね、丸だけだと、まあ、どういう風にネイルに取り入れてたらいいのかなかなかわからないなと私個人も思ったし、なんかね、丸って使いにくいですよねけど、まあ、こういう風にすると統一感もあっておしゃれなパーツとして見えるし、縦に置くことで、なんだろう、このボテッとした感じにならない、シャープな感じにも見せれていいかなと思いました。はい、ということで、もしよかったらね、皆さんも真似してやってみてください。はい、インスタグラムにもまたね、デザイン載せておきます。インスタはこちらです。インスタにデザイン載せる詐欺で最近載せれてないです載せなきゃいけないデザインいっぱい溜まってて、ちょっと更新する時間がもうちょっとしたら取れそうなので、一気に更新したいと思ってます。ストーリーとかはもう結構上がってるので、また遊びに来てください。では使ったアイテムのおさらい。まずパーツ類はちょっと少なくなっちゃったけど、こちらですね、ネイルパーツ、メタルニュアンスミックスパーツというものです。と、私の超お気に入りこちらです。ネイルホイールのブラックですね。と、シールもお気に入りです。これネイルシールレターというものになります。白と、こちらプラパールです。プラパール、これ、はい。で、ジェルなんですが、キャンドゥのパーティーグレー、パーティーグレーがこちらに塗ってるやつですね。で、同じくキャンドゥでグリーンがこのバンブーグリーンってやつです。もうこのグリーンとこの丸のグリーンの色が本当に合ってるので、これ結構重要で、この私お気に入りデザインの下地に塗ってあるのはレティジアのライトベージュという色です。ライトベージュで、ネイビーはセリアですね、のネイビー使っていて、トップは途中でノンワイプトップも使いましたが、今日はね、マットがメインでした。ノンワイプマットトップジェルですね。これマット、ノンワイプマットトップジェルで、 あと白だな。白はセリアのミルキーホワイトです。
はい、ということでぜひぜひ皆さんも真似してやってみてください。他にもたくさんのネイルデザインの動画上がっています。ネイリストさんとコラボしている動画とかも上がったり、まあ、いろいろネイルについての動画上げてますので、ぜひ他の動画も見たり次の動画でもまたお会いできると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。ミカでした。バイバーイ。